はい、ということでね、今から渋谷428続きやっていきます。それじゃあ、行くぞー！ゴー！こっちなんじゃないかな？間違えたりはこっちなんじゃないかな？はい、D。どうぞ。ここも見たね。はい。はい。うわ、ここももう見たね。見たな、多分。やり直そう。であれば A を選びましょう。はい。同じ？もうわからん。ダメだ。多分違うと思うわ。ここでもない。もうどうすればいいんだ。ジャンプはや。このジャンプ？多分。ダメだ。はい。これでいいんじゃないかな。ダメだ。ここももうやったね。これバッドエンドは決まってるんだよ。どうすればいいかな。わからんから、もうここしかないと思うんだよな。どうだろう。ここも2回目だよね。ここも見たかな。ここも見たよね、さっき。てか、さっきじゃないか、前の回に。どうすればいいんだ。もう、生き方がわかんないの、ほんと困る。しかも、この、間違えた時にさ、どうキープアウトなんでしょ？知らんよ、続きをやれって言われても。これ、どうすんの？普通にポンポン。
こうやり直せばいいのかな。だから。はい。もう見た。はい。はい、OK ですね。わからないよ。助けて、ほんと。多分これもまた 2B コンティニューだよ。ちょっと分からなすぎる。皆さんこれ分かりますか？ちょっとはどうしよう、今日の撮影もうできないんだよ。あっちもチーパー、キーパーアウトでしょ。どうやって動けばいいんですか？この玉の剣を変えるには、オンカーの辻が行かなきゃいけないんだよ。でも、あ、緑川か。緑川が、操作ができないんだよ、これ。なんなの、マジで。ちょっと教えてよ。どういうこと？あちゃん、なに？ B これ選べばいいの？はい。あっち、頼むからもうやり方が分からない。なんなんだ俺、ほんとに鈴木がいけないってのが一番ムカつく。すっげえ腹立つ。ねえ、もうこれちょっとマジでさ、次どうすりゃいいんだこれ。ダメだ、分からん。だってさ、誰言ってもキーパールド 2B コンティニュー状態なんでしょ。どうすりゃいいんだって思うんですよね。で、大沢のところだってさ、メールを操作できるために緑川を使わなきゃいけないじゃん。でも緑川がまだ、はい、キーパーアウト。どこがダメなんだよ。わかんねえ。マジ腹立つ。大沢も使えないしさ。多分大沢は間違ってないと思うんだよね。キーパーアウトで止められるのが一番ムカつくんだよね。どっから間違ってんのかな。すっげえ腹立つ。マジムカつくな。わかんないんだけど、皆さんわかりますこれ。
審な男でしょ。ここまでいけてるんだよ。ここがいけないんだよ。なんなのマジで。え、ここがダメだったのかな。はぁ、あ、ムカつく。続きがいけないのが一番嫌なんだよ。止まっちゃったじゃん、これ。もうちょっと攻略方法を出してよ。わからんよ、そんな。どうすりゃいいんだよ。こっちだって。ダメだ、これ。これ続きどうすりゃいいの、これ。また同じ流れじゃん。しかもさ、さらに腹立つのはさ、同じ流れなのに、その、何回も同じところを繰り返してみなきゃいけないところね。いや、それさっき見たやんっていうさ。そうなっちゃうんだよね。そこんとこちょっと勘弁してくれよって感じですね。まもなく一番線に品川東京方面行きが参ります。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。はい。ここまでいいんですよ。全くスムーズですよね。ここまでいいんだよ。お前もまた、ねえ。もういいから、ここは。もう見た。同じ問題をね、何回もやらせられるのが嫌なんだ。アクションゲームじゃないんだよ。アクションゲームだったら全然いいんだけどさ。このゲームでさ、同じとこを何度も読まされるっていうのはすっごい腹立つんだよね。時間をただ無駄にしてる感じがする。もう見た。どうしよう。なんで進まないんだ。どういうこと。本当にムカつくんだよな。マジで腹立つんだよ。早くして、早く、お引っ越し、引っ越し、引っ越し、お引っ越しって感じで。もうここ何度も見た。読んだ。同じものを読ませるな。どういうことだ。はい、だから。なのこれ本当にさ、すっごい時間が。待って待って待ってよね、もう、またやり直し？ああ、やり直しだ。どういうことだ、わからない。わからない。なんだこいつ、マジでほんと。だって、あっちももう無理でしょ？
タマだってさ、こいつまだできないじゃん。メールのことなんだからさ。アチも違うんでしょ？ちょっと一旦戻ろうか。どういうこと？マジでわかんねえ。タマで行ってみる？もう一回。ここもう行ってもなんかさ、同じことをやらせ、何回もやらせないってムカつくんだよね。すっごい腹立つんだよね。はい。で、またなんか変なやつが来るんでしょ？はい。で、破壊されて、で、あの、緑川が、もう一回メールをね、その、やるようにしなきゃいけないんだけど、緑川が11時30分以降にできないんだよね、今。ほんと困るんだよな。11時30分。はい。待って、こいつの11、たまの11時30分かな。ここかな？ちょっと最後ここ見てみてもダメだったら今日やめよう。もうなんかムカつくだけ。本当に。見ました。うさんくさいやつね。ちょっと待ってよ、もう。こういうのやめてよ、ほんとに。すっげえムカつくんだよな、こういうの。わからないっていうのが一番嫌なんだよ。しかもそれが完全になんだろう。どうしようもないというかさ。ここまでいいんだよ。なんか一気にパッてスキップできないのに、なんでいちいち読まなきゃいけないの？この数分がすごく腹立つんだよね。なんかないの？そうそう、本当に。これでいけるんじゃないの？
ダメだ。これ皆さん、これダメだ、今日は。もうなぜかできない。先がいけないっていうのがすごく悔しい。どういうことだ、これ。ちょっと皆さん、この先ですね、もうなんか、緑川も、いけません。キープアウトね。カノーも to be continued。アチもキープアウト。タマは、要は、そのさ、来ないようにしなきゃいけないんでしょ。でもそれができない。どうすればいいのかわからない。うん。これもう一回ここでゲームしてみようかな。ここあんま関係ないと思う。まあ一回ちょっとやり方がもう分かんないんで、皆さんコメント欄で書いてください。でコメント欄にやり方が書いてあったらこのゲーム実況を再開したいと思います。ちょっとね、今日あまりにもムカつしすぎました。いやほんとこれなんかねと思ったんで、皆さんで力でお願いします。教えてください。以上です。YouTube チャンネル登録、おむすびチャンネルフォロー、Twitter のフォローよろしくお願いします。まずですね、メインチャンネルの方のチャンネル登録、高評価、TikTok のフォロー、LINE サポートご購入もよろしくお願いします。以上です。さようなら。バイバーイ。